菅官官房長官が尾長知事との面会を検討沖縄県の小長知事がアメリカ軍普天間飛行場の辺野古移設の作業中止を指示するなどこの一連の移設計画に反対していることを受けまして今週木曜、菅官房長官が、えー、そんなに遠くないうちに機会があったらお会いしたいと述べまして今後の国会日程などを踏まえながら面会を検討する考えを示しました。 これだけどあってどううするつもりなんだろうねったってどうにもなんないだろうだって小永知事はもうそれを公約で立候補して当選してるわけだから、えー、どうやったってあの普天間の移設で折れることはないわけだし、うん、ここまで来ちゃってる国側だってこれはもうあの今更その普天間の、ね、辺野古の移設やめるって言えないだろうし、はい、これはもうあの当初の今回もう一番最初に。 えー、法に乗っ取って粛々とっていう方針で、うん、どうも政府としては中央突破<ー>で中央突破でいくよということを伝達するだけなんだろうねきっと。うんどうなんだろう まああの県知事サイド、まあ、県側としては防衛省が地質調査のため無許可で設置したコンクリート製のアンカーが産後省礁を破壊したと,こと。これに関してはあの、まあ、基本的にあのメディアの論調って朝日新聞、毎日新聞はやっぱり沖縄に配慮しながら、えー、えもうちょっと丁寧にやっていく必要があるんじゃないのって読売新聞、産経新聞なんかはそんなもん、今更さら安全保障論の分野のことで県知事ごときが何を言うかみたいなぐらいの論調なんだけど、えーはい、えじゃあ、これ、3位 判断になったら、ね、訴訟になったらどうなのかというと、これ毎日新聞あたり、うん、朝日新聞あたりでも書いてきてるということは、えー、多分そうなんだろうと思うけども、も、うん、部が沖縄県にとっては相当悪いと、はいえー、もうそういうことになりそうだということは、もう防衛省も国も分かってるわけだから、うん、詳細に議事録残しておいて、はい、この部位の,のアンカーはどうしますって言ったら、部位のアンカーは別にもうこれいいよ、許可取らなくてみたいな話で、うん、包括的に、えー、OK が出てるという。 のが文章として残ってると <laughs> えそうするとこれ行政もう訴訟になった時にそれも出していったら、はい 沖縄県としては勝ち目がないよね裁判でってでいっぺんやっぱりこういうので OK 出したことを後でダメってひっくり返せるかというと、はい、東京であったんだよ国立かなんかのマンション計画かなんかあ,<ー>あれが典型的な例であの時結局どうなったかというと、はい、国立ちは後でマンション建設ダメって突然言い始めて、うん、で辞めさせるとかあの高さ制限とかっていろんなことをややこしいことを言ってこれが裁判になって最終的には国立が確か負けてるはずなんだよね。うん ということでいうとそういう例もあるので、はい、沖縄県があの裁判になると部が悪いということが政府は分かってるから多分正面突破で、うん、もう正面突破で行くよっていうことしかないんじゃないのかな方向的には、うん、もう粛々とそれこそやると、うん、だ,っだってねやっぱり普天間は本当に俺何回も言ってるけど危ないって、えー、やっぱあそこにあの基地はまずいわ うん、周りもギリギリまでうそう、えー、辺の古に移した方がいいんじゃないのと思いますけどねまあそれこそ,その朝日毎日なんていう、まあ、どちらかというとリベラル寄りのメディアの論調ではこの成田の三里塚のようになってしまうんではないかというようなね指摘をするところもあるんです。 言うてるうちにもう成田って何なのよって話時代になっちゃったもんねでもね言ってみたそうなんですよ今も今どんどん羽田になってその話は全然関係ないけど確かにあんなとこに空港作ってもなっていう説はあるけどでも今回はそういう話でもないもんね民間の空港作ろうってんじゃないからねまあ軍事施設でもあるしその辺野古に住んでる方に一軒一軒インタビューして回ったことがあるんですけど辺野古に住んでる人に一軒一軒インタビューしましたかあなたインタビューしてった暇ですね暇じゃないですそれ で特番を作ろうってうがってのあたんですよでそれで聞いてったらやっぱり住んでる人の中にも「いやーこれサンディスカみたいに本当になっちゃうよと」と結局ワーワーやって地元にお金も落ちずにで中途半端なしこりが残ってで辺野古の町が衰退していってしまったら何の意味もなないいじゃないかな辺野古ってだけどそんなにあの人口ないよね。 1,000人いかないぐらいなんです、これが。あ<ー>またあの名護市っていうのが広くて。い広いんだよ。だって今回、USJ がさ、はい、USJ が何か作ろうかっていう噂になってる、あの植物園っていうのは、あの、同じところの西側だからね。<laughs> はい、で、またこの西側ね、にぎわってんだわ。ええ、西側ってあのずっと美ら海水族館ぐっと北の方に上がっていくところの途中にあるからね。すごくで、で、間に山があるんだね、これがジャングルみたいなもの、うん、で、ジャングルの東側も、これ、あのキャンプ・シュワブで、今、演習場 っていうかあのジャングル戦の。 練習の実験場になって練習場になって,てその東側にそれだけどねあそこのジャングル削って、ええ、あそこに滑走路作ったらどうだっていう話を、ね、俺誰かにしたことあるんだけど、うん、その人はねそれを聞いた専門家はあそれはかくかくしかじかこういう理由であそこのジャングルで V 字滑走路っていうかヘリポーターできないんですよって説明してくれた時には納得したんだけどもう理由は忘れたあそこにあのダムがあるんですよねあそこ水源になってるところ その水槽を戦争じゃないかみたいな話もあるそうなんですけど、まあただ名護市はまあ辺野古でこう。いろお金が落ちるということで、その西側ものすごい施設が良くなってるんですよね。俺は俺はだからといって金返すとか言わないよ。えー、いやもちろんね。<laughs> 僕は言ってんじゃないよ。飯田君が言ってるちょっとやめてくださいよ。やっちゃった。<laughs> <laughs> 結局そういうお金で解決ってことになるんでしょうかね。<laughs> 今までの新構作全部返せとか、<laughs> 飯田君そんなこと言っちゃいけないよ。ま <laughs> たまた。ね <laughs> <laughs> 僕に固くしてやめるでやめてください。本当に。<laughs> さあ今週の注目ニュースを辛坊さんが解説するズームオンでした。そこまで言うか。